株式会社アドバンストカーエンジニアリングは、かつて沖縄県うるま市に本社を置き、自動車の製造、加工を行っていたメーカーである。うるま市の自由貿易特区に生産拠点を持ち、ストレッチリムジンの製造販売を行った。東京都内に設置している営業所では、製造したストレッチリムジンを利用したハイヤーサービスを行っていた。2011年に創業停止。 シリオスマイバック 62S リモ2009東京インポートオートサロン創業は2005年6月創業時の称号は株式会社ジャパンアドバンストテクノロジー当初は報道オーストラリア社のファルコンを用いて乗車定員に4人のストレッチリムジンを製造その後はトヨタ社のセルシオーベースとしたモデルを製造した時期もあったが2006年よりメルセデスベンツ S クラスを用いた 高級ストレッチリム人製造へと方針を転換。キャッチコピーはデザイン・ユア・オウン・タイム。シリウスの由来であるセイリオスをブランド名としている。地球上から見える最も明るい恒星であることから最も光り輝く星のように光に満ち溢れ、周りのものへも感動を与える車両づくりを目指すという意味が込められている。ありがとうございます。